い、どこに行くんだ。頑張ろう。よく来たね。どれを増やす？失敗作って捨てるの面倒なんだよね。なんてもったいないこと。捨てるくらいならこれ私にちょうだい。それは構わないけど、本当にただの失敗作だよ。置物くらいにしか使えないと思うし。ソフィーさんにはそう見えるかもしれないけど、私の目には掘り出し物に見えるんだよね。そうなんだ。もしかして他にも失敗作があるって言ったら欲しい？あるの？うん、捨てるのが面倒だから見えないところに隠してあるんだ。もらう、ぜひもらいます。私に全部ください。いいよいいよ、全部あげちゃう。置き場所がなくなりかけてたから助かったよ。ちょっと顔出しに来ただけですっごい掘り出し物に出会えちゃうなんて、商売の神様に感謝感謝。ソフィー、今後は溜め込まずにちゃんと捨ててください。
かな。出発ですね。この世界って子供やお年寄りの人もいるよね。年齢に関係なく、エルビーラは気に入った人を誘っているようですからね。でもみんな家族ってわけじゃないんでしょ。そうだよ、みんな違う時代の違う場所から来た他人同士だからね。そんなのここにいる人たちは百も承知だから、みんな助け合って暮らしてるんだよ。子供が来た時は率先して面倒を見てくれる人もいるし、お年寄りの人もちゃんと安心して暮らしながら夢を叶える準備ができるようになってるんだよ。みんな夢は違えど、それを叶えたいという志は同じですからね。互いを支え合いながら己を高めていこうという気持ちなのでしょう。まあ自分の夢が叶うなら他はどうでもいいなんて考えの人は来れないと思うしね。エルビーラ様どころか誰からも気に入られるような人じゃないと思うし。そっか、夢を叶えるために一生懸命の優しい人たちが集まる世界、素敵だな。どこ行く？頑張ろう。オリアスさん、なんだか思い詰めた表情をしてるみたい。オリアスさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな。いろいろ考えてたんだよ。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかわからないけど。つまらねえ悩みさ。知っての通り、俺様は用心棒だ。それもこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあ、うん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、くそー、勝手に帰ってんじゃねえ。俺様の話を最後まで聞きやがれ。
剣は。どうですか、気になるところがあれば言ってください。いや、強度はもちろんだが、バランスがいい。まるで手に吸い付くような感覚だ。家事の参考にもなる素晴らしい剣だ。見事な仕事だ。ありがとう。いえ。でもリーボルトさんって自分で家事もやるんですか？いついかなる状況であろうと、最低限己の武器を手入れする技術は必要だからな。それに強い武器を作らねば奴を撃つことはできない。奴？黒い鱗を持つ竜、恐ろしく凶暴な魔物でな。もし奴を見かけるようなことがあれば教えてもらえると助かる。わかりました、見かけたらすぐに伝えますね。ありがとう。ところでソフィーは離れ離れになった家族を探しているのだったな。剣を作ってもらった礼と言ってはなんだが、私にもその手伝いをさせてもらえないか？本当ですか？すごく嬉しいです。期待に応えられるよう全力を尽くそう。早速なんですが、ラミゼルさんが受けていた魔物退治の依頼に付き合ってもらえませんか？もちろんだ。この剣の切れ味も確かめさせてもらうとしよう。ありがとうございます。それじゃあ一緒に湿地まで来てください。ソフィーの手伝いをさせてもらうことにしたんだ。彼女は私の剣を作ってくれた恩人だからな。へえ、お前も一緒ならどんな相手でも怖くねえや。よろしく頼むぜ、相棒。ああ、共にソフィーを守る剣となろう。おお、男の友情だ。ちょっと暑苦しいけど。してますね。全員揃いましたし、向かいましょう。場所はアズラの桟橋と呼ばれる湿地です。どこに向かいますか？いらっしゃい。どれが欲しい？これでいい？毎度あり。これでいい？毎度あり。また来てね。いらっしゃい。欲しいの？これでいい？毎度あり。また来てね。ねえねえ、どこ行く？どこ行く？ほら、さっさと行こうぜ。
剣術師の目には私たちとは違ういろんなものが見えて、なんだこいつらか。ソフィー、後に続くぞ。すごく痛いよ。これでこっちだ。アレット、レッツクーさあ、楽勝楽勝。え、これなら楽勝だね。どうやらあそこが弱点みたいだな。もう一度俺にやらせてくれ。くりゃ、これで終わり。取るのが難しいんだよね。うん、こんな感じ。えい、あった、発見。これでいいんだよね。てや、いい素材が手に入りました。えい、てや、えい、ひらめいた。えい、おいおい、これやべえだろ。銃撃った時に引火しねえだろうな。せや、えい、植物の採取なら任せときな。野菜の収穫と似たようなもんだろ。せや、お、これって素材だよな。錬金釜に入れちゃうんだし、絡んでてもいいよね。さらなる高みへ。鍛錬の成果だ。何が釣れるかな。これでいいのか。てやん、そうね、そうね、てやん、宝石ね。ダメだ、わかんねえ。どこに向かいますか。普通の石ころにしか見えねえわ。てやん、そうね。花は私も好きでな、家の食卓に飾ってあるんだ。見つけた。蜂には申し訳ないけど、みんなの家使わせてもらうね。砂に小石が混じってるな。
こういうの気になるんだよ。よいしょ。そうね。なんか私は興味ないな。ざっくりと売れないんだよね。よいしょ。綺麗な砂って好きなんだ。触り心地が気持ちいいんだよね。えい、えい。木材の錬金術ではよく使う素材なんだ。見つけたらちゃんと採取しようね。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。そこが弱点みてえだな。それ。おい。てや。俺にやらせてくれ。行くよ。クラフター、そのまま行け。倒れなさい。なぎ払う。砂にも良し悪しがありますから、いい砂を選んで採取しましょう。てやん。てやん。武器や道具を作ったり直したりするから、どこに行っても鉱石は需要あるんだよね。あそこが弱点みてえだな。背中は任せろ、ソフィー。すごく痛いよ。どうだ。逃がしゃしねえよ。くっ、手加減したつもりなんだがな。あそこが弱点みてえだな。背中は任せろ、ソフィー。すごく痛いよ。これで逃がしゃしねえよ。出さねえ。あれ、無理はするな。ちょっと痛いよ。さあ、こっちだ。あそこが弱点みてえだな。てやん。おい、俺にやらせてくれ。やっと、とどめ。いきます。終わりです。脅威ではなかったですね。どこに行こうかな。
居場所がなくなってる。やっと片付けが終わったみたいだね。よかった、これでこの先に進めるね。でもなんで荷馬車が倒れてたんだっけ。確か竜に襲われたとか言ってましたが。ズメ、気持ちはわかるけどよ、今はやることがあるだろ。そっちに集中しようぜ。すまない、先を急ごう。森って散歩してるだけでいろんなものが見つかるから楽しいよね。護衛は任せてくれ。後に続くぞ。すごく痛いよ。どうだ、なぎ払う。やれやれ。どこに向かう。後に続くぞ。すごく痛いよ。これでこれを止められるか。手伝うぜアレット。それ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 、当たると後悔するぜ。くらえ。手加減したつもりなんだがな。ねえねえ、どこ行くどこ行く。しぶきが飛んできやがる。水も滴るいい男になっちまうじゃねえか。素晴らしい原石ですね。
いい材料になってくれそうです。石ってマジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。綺麗な砂って好きなんだ。触り心地が気持ちいいんだよね。てや強い力を感じる。神秘の力とは想像以上に強力なもののようだ。これをここにっと。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。これこれ。うん、これでいいのか。よいしょ。石がいいですね。角がない方が持ってても痛くありませんし。てやっ！お、これって素材だよな。どこにでもありそうな砂だが、本当にこれで良いのだろうか。どこに向かう？護衛は任せてくれ。出発です。どの依頼を受けようかな。報告しちゃって助かった。はい、報告しちゃった。助かった。この依頼を報告する。助かった。この依頼を助かった。はい、
どこに行くんだ。依頼があるかな。いらっしゃいませ、ゾフィーさん。お食事ですか？うん、カティさんにお願いしようと思ったんだけど。はあ、働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。本当、うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので、座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃ、いただきます。お口に合いませんでしたか？美味しいんだけど、なんとなく物足りないような感じがして。そうですか、申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。あ、カティさん。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。おー、なるほどね。お店に出すレベルには達してるけど、気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。さてってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか？それは言わない約束よ。はあ、お腹空いたわ。どこに向かいますか？よし。ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう、慌てんなって。外に来てくれよ。みな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで、一定の環境で栽培できるって代物だ。と言っても、私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあ、それはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。
錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。すこぶる興味が湧きます。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。ありがとう、オリアスさん。
うん、なるほど。Yeah.
グルコーン、グルコーン。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。グルコーン、グルコーン。いいこと起こりそうな予感。とりあえず入れてみる。いいこと起こりそうな予感。これはここ、これはここ。うん、もう十分かな。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。クラフト交代。はい、引き受けます。よし、強くなっちゃうよ。新しい力だね。まだまだ頑張れるよ。まだ頑張れるよ。新たな技術身につけましょう。よし、目指せ最強。一味違うアレットちゃん、爆誕。違うアレットちゃん、爆誕。へへ、俺様の番だな。私はまだ強くなれる。どこに向かいますか。複製開始。
バッチリだね。これでいい？じゃ、始めるよ。バッチリだね。これでいい？複製開始。はい、終わったよ。これでいい？じゃ、始めるよ。はい、終わったよ。しますか。森って散歩してるだけでいろんなものが見つかるから楽しいよね。